すちこ&あいちゃんの YouTuber への道、やったー。さあ今日は何するんですか。はい、今日はここ吉本エンタメショップの中にある、はい、UFO キャッチャーを使って対決したいと思います。そもそも UFO キャッチャーっていうのはどういったものなんですか。それは、うん、お金を入れて自分で操作すると、うん、このような UFO のようなキャッチャーがバーッと動き出して、で自分の好きなところに止めて景品が取れたらキャッチャーできたよってこと。これですよね。これです。これですね。これです、はい。はい、これを使って。はい。はい、こちらが先に商品を取れるか、うん、勝負でございます。これ難しいよね。しかもこれカプセル取るタイプでしょ。ほんまや。引っかかりがないやんか。爪の甘さとかもね。ねえ。聞いたんですけど、このエンタメショップの爪の甘さ、世界一やって聞いたんですよ。やめてください。お客さんも他におられるんで、羽毛すらつかめない。羽毛もですか。はい、こんなんですよ、ほな爪。じゃあ早速対決しましょうか。はいはい。あ、何、あ、ちょっとこれワールドツアーの、ほんまや、 DVD 流れてるわ。これ何があったんやろ。何があったんの。あ、これや。あ、指人形や。うん、なあ、指につけて遊ぶやつや。実際指につけて遊んでる人見たことないけど。待っといてくださいよ。ちょっとこれやる、うん、やりましょう。じゃあ先行後攻じゃんけんで決めましょう。はい、先行後攻じゃんけん、はい、はい、先行。はい、じゃあいきます。はい、まず先行します。あ、すごい。よー、これやることちゃうんですよ。そんな大声出して。取れ。あ、あれ。ちょっと待ってください。あ、あ、取れた。終了。ちょっと待って。パチパチじゃないんですよ。はい。はい、え、待って、普通ね。はい。先行ですよね。そうです。先行の方は。はい。取れそうで、あ、あかんかった。はい。次高校。はい。ぐらいの先行やったらいいんですけど、はい、私今日これ早終わりたいんです、はい、だからもう気合い入れて一発で、はい、次取れへんかったらもう終わりです。ちょっと待ってくださいよ。ガチでやらんとね、うん、いや、そこういうのはだからこれすごい取れやすい。みんな見てるから取れたのに取れてへんかったことにしてたって言われるから、実際取れたんやからええやんか、うん、まあそれは取れたのはすごいなと思いますし、うんうん、ほんで取りやすくなってるんだなっていうことも証明できましたよね。そうやね、私言うてたように爪の力弱いとか、はい、爪の先に油塗ってるとか、はい、それはないもんね。なかったです。一発で取れた。ちょっと持ってて。はい、よし、誰やろ、何が出るかな、誰かな。あ、あいちゃんや。私や、イエーイ。うわー、外れや。なんでなんですか。しかも黄色のスカートのあやちゃん、これ一番外れのやつやん。これだから箸なんですか、私一番外れやから。シリーズ2のやつや。やった、ね、これかわいいわ。嬉しい。ね、ブーブーってやってるやつです。いいですね。はい、はい、じゃあ私1回で取りましたから、あいちゃんがこれで取られへんかったらもう終わりです。はい、ほんまにどうしたらいいんですよ、ゆうこちゃん。一発で取れたね。いきます。いけ、だー、あれ、どこ行ってんの、何これ、斜め行った、何これ、何ですかこれ。え、あ、覚えてまた行った行けー。最後生卵みたいな落ち方したな、トローンっつって。すいません、何かやりましたか、私の時。終了。ということで、この対決、すちこの勝利。すごかった、一発やった。早かったね。なんか、がっかりする落ち方した。なあ、あー、もうちょっと、もうちょっと、あーとかじゃなく、でーてーボートン、うーんとね、うーんと、かわいそうやわ。ね、でも何回もやりたくなるぐらい楽しい。あ、ほんまに、うん、どうしようこれ、私
指人形もらったけど、はい、うん、だから毎日、うん、あの肌身離さずここにぶら下げて持って生活してください。嫌、うん、え、草なるやんこれえ、それは除菌もちゃんとしてやってください。開けてこれ、開けれる、開けます、うん、もう一発で終わってもだからもうちょっと伸ばさなかった、うん、科学的な匂いですよね。それをお伝えしなきゃいけないことですか？あのね、科学的な匂いしますわ。そう、これマイナスになりますね、うん、そのお伝えしなきゃいけない。ガソリンスタンドで昔バイトしてたんやけど、はいはい、休憩室と同じ匂いする思い出の香りですね。そうそう、オイルとかいろいろ置いてある倉庫みたいなところでね、休憩してたんやけど、はい、そこと一緒の匂い、うん、ね、どうやって遊ぶの？いや、かわいい、すごい、嬉しい、あー、師匠殺したいわー。言うわけないでしょ、やめてくださいよ。師匠たち殺したいな。殺すって何なんですか？女性楽屋でふんぞり返ったいな。最悪なやつじゃないですか、私。まずは末成さんと秋江さんと緑さんと安江さんを殺したいな。ほぼ全員じゃないですか、まずってやめてくださいよ。こういう遊び方ができますよ。楽しい、ということです。はい、もう一瞬で終わってしまいましたので今日はここまでです。ありがとうございました、はい、みんなもやりに来てねー。